パソコンのこと分かんなすぎて、真由澄さんに久しぶりに連絡取って、真由澄さんに教えてもらって、真由澄さん曰くパソコンは住所を言葉で指定してるんだよと。その言葉で指定してたのが D ドライブの誰々さんだったのが、 D ドライブのどこどこだったのが E ドライブのどこどこに変わってるから、今スクエアのパソコンの中でそんな住所どこですか誰ですかってなってて、だから OBS とかも読み込めなかったんだよって教えてくれた。めっちゃわかりやすかった。前澄さんのことみんな気にしてるよって、元気って言ったら、もう俺のことなんてみんな忘れてるでしょって言ってたから、忘れてないよ、みんなすごい気にしてるんだからって。元気って言ったら、なんかちょっと昨日頭痛かったけど今日は元気って言ってた。寝たら治ったわって。ね、そんなわけないよね、忘れてるわけないよね。みんな前澄さんの話聞きたがってるよって、元気にしてるかみんな気にしてるんだからって、まあ一応元気ではあるって言ってた。いまだに前澄さんの切り抜きとか流れてくるもんね。スクエアもたまに見てる。こんなことしてたんだ前澄さんって思って、画面共有しながら見てもらったから、スクエアの待ち受けが狂気山脈の、ま、イラストだからさ、前澄さんがエモじゃんって言って、またスクエアとのことを行きたいなーって言ってくれたから、裏でいいから行きたいねって話をしてた。前澄さんと TRPG したいな、ちょっとは成長できてたらいいけどな、言われたい。お、すごい TRPG 上手くなったじゃんって。この前澄さんの近況をみんなに報告せねばと思ったので、配信で話していいって聞いてきました。別にいいけど、みんな俺のことなんて忘れてるよって言ってたから。忘れてるわけないやろバカアホ。だってもう引退して1年半経ってるよ。もうそんなに経つらしい。未だになんか深夜にさ、適当に YouTube 見てたら前澄さんが変なゲーム配信してるような気するもんな。あれ良かったな、なんか深夜眠れない時にフラッと YouTube 覗いたらなんか変なゲームやってて、それ見てたらいつの間にか寝てるみたいな。スクエアも久しぶりに前澄さんと喋れて嬉しかった。